American Psycho。 1980年代ニューヨーク、ウォール街の一流投資会社で働くベイトマンは高級マンションに住み、美しい婚約者もいるエリートビジネスマン。すべてを手に入れたかに見えたベイトマンでしたが、いつしか満たされない心の深い闇が広がっており、突如襲う衝動に突き動かされていくのでした。極度な物質主義と外見に執着するエリートビジネスマン、いわゆるヤッピーを通して、物質主義、アイデンティティ、人間の心理の暗部を掘り下げた心理スリラー。華やかな生活を送る一方、狂気に陥った男のゾッとするような肖像を描いています。肌のケアに余念はなく、ハイブランドのスーツに身を包み、超高級レストランでランチを取り、ナルシスト全開で複数の女性と絡み、絵に描いたような豪勢な生活を送る主人公の男ベイトマンですが、辺りを見回すと自分と似たり寄ったりのエリートばかり。同僚同士の信頼関係は上辺だけのもので、スーツや住んでいるマンションのクオリティや名刺の材質やデザインをめぐってマウントを取り合うという浅はかな関係。時としてお互い誰が誰だかわからなくなってしまい、ベイトマンのアイデンティティは崩れ、内に秘めた暴力性があらわになっていくのでした。ターゲットはホームレス、娼婦、会社の同僚と、物語が進むにつれてベイトマンの行動はより大胆かつ暴力的になっていきますが、彼の強行が現実なのか、それとも単に彼の混乱した想像力の産物なのか、曖昧に描かれています。消費主義と1980年代のヤッピー文化の浅漠な価値観への批判が込められ、自身を見失う主人公はそんな虚栄に満ちた世界が生んだサイコパスなのかもしれません。ヘンリー、ポートレート of a serial killer。 14歳の時、毒親である母親に手をかけたヘンリーは、刑務所で知り合ったオーティスと同居し、日常的に罪のない人々に手をかけていました。ある日、オーティスの妹ベッキーが彼らの家に転がり込んできます。これをきっかけに彼らの関係に変化が生まれるのですが、1970年代後半から80年代にかけて、全米で300人以上を殺害したといわれる実在したサイコパス、ヘンリー・リー・ルーカスの日常をドキュメンタリータッチで淡々と描いた作品。序盤から中盤にかけて犯行シーンは見せず、ヘンリーが立ち去った後の犠牲者たちの亡骸だけを映し出す。しかし、相棒であるオーティスとの無謀な犯罪行為がエスカレートし、いよいよ無ごたらしい描写が繰り返されていきます。強絡的に犯行を繰り返す相棒に対し、ヘンリーは終始無表情。感情というものが全くなく、凶悪な犯罪をまるで呼吸するかのように淡々とこなしていきます。極貧の家庭に育ったヘンリー・リー・ルーカスは、父親が吹雪の中酔っ払って亡くなってしまい、母親は娼婦で、自分と客との行為を息子に見せつけ、さらには女装までさせて商売しようとしていた毒親。ヘンリーはそんな母親をこの世から消し去り、その後アメリカを放浪しながら生きていくために多くの人間に手をかけていくのでした。モンスターのモデルとなったシリアルキラー、アイリーン・ウォーノスの生い立ちと重なってしまいます。そんな悲惨な生い立ちを似たような境遇のベッキーだけは彼に理解を示し、ヘンリーが唯一人間的になれる可能性を秘めていました。しかし、逮捕後のヘンリーは自らの体験をもとにFBI の捜査に協力していたそうで、ハンニバル・レクターのモデルにもなったとも言われています。羊たちの沈黙はこちらの動画で紹介しています。冷徹で独特のタッチで描かれた作風に映画会社が難色を示し、4年間もお蔵入りになってしまったという曰く付きの作品でもありました。The Bad Seed。8歳の少女ローダが通う学校で、クロードという少年が桟橋から落下して亡くなってしまいます。当初事故と思われましたが、少年の額に傷があり、練習時でもらった金メダルがなくなっており、事故直前クロードとローダが一緒にいたところを目撃されており、母のクリスティーンは我が子に疑念を抱き始めるのですが、おさげ髪で無邪気に笑い、素直で礼儀正しい少女ローダ。来客には両手でドレスの裾をつまんで膝を曲げて挨拶する絵に描いたような理想的な女の子。しかし彼女は
生粋のサイコパスだったのでした。事故のニュースを聞いた母クリスティーンは動揺し、娘の心のケアに努めようとするものの、ローダから発せられた言葉は、クロードが溺れてお昼が台無し、なぜ悲しむの、死んだのはクロードだわ。クロードが持っていた金メダルが娘の部屋から発見され、娘への疑念を抱き始めたクリスティーンはローダを問い詰めますが、もっともらしい言い訳を重ね、ママは世界一綺麗だわと媚びを売り、狡猾なまでの立ち回りを見せます。ローダの言葉には感情というものが一切なく、母親に抱きついた少女の瞳の奥には邪悪な闇が潜んでいたのでした。両親が欠如し、平然と嘘をつき、他者の気持ちに共感できず、利己的で自己中心的で、自分の非を絶対に認めない。ローダの性格は、まさに、典型的なサイコパス。エスター、オーメンよりはるか前の、子供のサイコパス映画の元祖とも言える作品となりました。エスター、オーメンは、こちらの動画で紹介しています。当時のアメリカ映画の自主規制条項、ヘイズコードがあったため、直接的に手を下すシーンは一切ないものの、犯行後に涼しげにピアノを奏でるローダに寒気を覚えます。そして自主規制が過ぎたエンディングに逆にこの映画の恐ろしさを感じるのでした。 Vengeance is mine。 専売公社の集金係2名を扱いした榎木津巌は詐欺を繰り返しながら全国各地を逃走していました。実家では両親の母親と敬虔なクリスチャンの父親が旅館を経営し、エノキスの妻子と共に暮らしており、妻の勝子は義理の父親にただならぬ感情を抱いていました。全国指名手配される中、エノキスは浜松の旅館に大学教授を装って宿泊し、女将の春と深い関係になるのですが、1963年から1964年にかけて詐欺行為をしながら顧面を殺め、戦後最悪の連続殺人と言われた西口明事件を題材にした同名小説を映画化。極刑を言い渡された判決文に悪魔の申し子と形容されたサイコパスの逮捕シーンから始まり、彼の生い立ち、警察の捜査網をかいくぐりながらの逃走劇を交差させて描いています。緒方健が本能の赴くままに動物的に生々しく期待の凶悪犯を演じています。犯行後に血のついた手を自身の小便で洗い流し、亡骸をタンスに密閉するため金物屋でしれっと釘と金槌を購入する。追われる身となってからはロードムービーの様相を呈してきますが、エノキスが点々とする場所はいわば社会の闇。この男がさらに災いをもたらすことになりますが、そこの人たちとのやりとりはどこか人間的で血の通ったものとなっているのが不思議です。捕まった直後は、留置所はドカーンと冷えとるじゃろね、と大然とした振る舞いを見せ、一方で父親に対する鬱屈した思いをむき出しにするものの、切っても切れない親子の血のつながり。拘置所で父親役の三國連太郎と対峙するシーンは圧巻です。人間の子や男と女の情欲をむき出しに描いており、いろんな意味で昭和を感じさせる映画。俳優陣の熱量、今村翔平の突き放した視線、実際の犯行現場で撮影されたというリアリティを追求した徹底ぶりは、今の時代では絶対生み出すことのできないものとなったのでした。最後までご視聴ありがとうございました。